胃がんは胃に生じる上皮性悪性腫瘍、癌の総称。初期の症状には胸やけ上腹部の痛み、吐き気、食欲不振などがある。進行すると体重減少、嘔吐、塩化困難、下血などの症状が出現する。がんは胃以外にも広がり、とりわけ肝臓、肺、骨、腹膜、リンパ節などに転移することがある。 最も多い原因はヘリコバクターピロリ菌の感染であり60%以上を占める。特定種のピロリ菌は他のピロリ菌よりも高リスクである。喫煙、食事習慣などのリスク要因である。診断は一般的に胃カメラによる生検による。さらに他への転移を調べるために画像診断がなされる。日本と韓国は 発病率が高いため胃がんスクリーニングが行われている。世界的には胃がんは癌の中で5番目に多く、また死因では3番目に位置づけられ、死因の7%から9%を占めている。2012年には95万人が罹患し、72.3万人が死亡した。胃がんの多発地域は東アジアと東ヨーロッパである。男性は 女性の2倍発症する。抗議の胃がんには以下の種類がある。2004年における10万人ごとの胃がんによる。 死亡者数データなし3.5人、以下3.5人から8人、8人から12.5人、12.5人から17人、17人から21.5人、21.5人から26人、26人から30.5人、30.5人から35人、35人から40人、40人から45人、45人から50人、50人。以上、遺願は、中国、日本。 韓国など、アジアや南米に患者が多く、アメリカ合衆国をはじめたの諸国ではそれほど顕著ではない。2003年の日本における死者数は49,535人で、男性では肺がんに次いで第2位、女性では大腸がんに次いで第2位であった。かつて、日本では男女ともがんが第1位であったが、死者数は年々減少している。日本では、 国立がん研究センターがん予防、検診研究センター予防研究グループにおいて、多目的個包と研究結果が発表されている。1930年代以前では、西欧諸国のほとんどを含む世界の多くの地域において、がんによる死亡の最も一般的な原因であった。しかし時代を経るにつれ、世界の多くでは死亡率が減少している。その理由は、 食物を新鮮に保つ方法として冷蔵が開発されたため、漬物による塩分の摂取量が減少したためと考えられている。胃がんは肝臓、腹膜によく転移する。また、骨転移の頻度は2から17%である。胃がんの発生過程で、ヘリコバクターピロリ菌による慢性萎縮性胃炎、鳥肌胃炎の関与が示唆されている。 ヘリコバクターピロリキンの陽性者では、陰性者と比較して、がんの発生のリスクは5倍となる。さらに、胃の萎縮の程度が進むと、がんのリスクも上がり、ヘリコバクターピロリキン感染陽性でかつ、萎縮性胃炎ありのグループでは、陰性で萎縮なしのグループと比較して、がんの発生リスクは10倍となっている。メタ解析によると、アジアでの無症状の成人を対象とした、 ヘリコバクターピロリの除菌は、胃がん発症率及びがん死亡率を優位に低下させた。しかし、除菌時に、すでに胃粘膜に病変を生じている場合、除菌が成功しても、がん病変生じることもある。なお、この病変は、内視鏡的存在診断は困難と指摘されている。日本で行われた調査で、 3161件の胃がん治療をした患者を検査したところ、ヘリコバクターピロリ菌が未感染であったのは21件であった。また別の調査で240件の胃がんの内視鏡治療をした患者中ヘリコバクターピロリ菌が未感染であったのは1例のみであった。漬物を取りすぎない2003年、世界保健機関と国連食糧農業機関による 食事、栄養と生活習慣病の予防では、食塩の摂取は1日 5g 以下とされ、塩や塩蔵の食品は、胃がんのリスクが上がることが起こり得るとしている。厚生労働省による1990年代の研究では、塩分濃度の高い食事を日常的に摂取する人たちは、そうでない人たちに比べて、胃がんとなるリスクが高いことが、統計的に示されている。 食塩の多い食事で男性の胃がんリスクが上がる。イクラ、塩辛、練りうに、漬物などをよく食べる人で胃がんが多い。食塩そのものに胃がんの原因が存在するかは研究によって関連性が認められるとするものと関連性が見出せないとするものが存在するが、 動物実験においては発がん性物質の発がんを食塩が促進する効果が認められている。前述のピロリ菌と抗塩分が重なることによりさらに発がん性物質の眼化が促進される。漬物やソーセージや魚卵製品などの塩造品、またはイクの菜に含まれる硝酸塩から体内で生成されるとされるニトロソアミンも原因ではないかと推測もされているが、 追跡調査が難しく不明な点が多い。エルク発言性リスクでは、加工肉がグループ1、アジア式野菜の漬物がグループ2バイトに分類されている。野菜類に関しては抗酸化作用やニトロソアミン、抑制効果を持つビタミン C などが含まれるため同時に、リスクの低減にも寄与されると見られている。魚肉や食肉からは炭化すると発言物質である。 ニトロソアミンやアクリルアミドが増加し、胃がんの発生リスクを増幅させる。ただし常習的に食していなければ問題ない数値である。タバコを吸う人は吸わない人に比べて2倍胃がんになりやすい。お酒を飲むと2倍から3倍、異分文具の胃がんになりやすい。総コレステロール低値は男性の胃がんリスクと関係する。男性では、 血中 β カロテン濃度が高いと、胃がんリスクが低いが、女性では、関連が見られない。緑茶をよく飲むと、女性の胃がんリスクが下がる。喫煙状態によって、緑茶ポリフェノールと胃がんの関係が変わる。緑茶に、胃がん予防効果があるとしても、タバコを吸っている場合には、効果は得られない可能性が高い。胃がん検診を受けている人では、胃がんによる死亡率が低い。 日本人の伝統的な食生活で、胃がんのリスクが高くなる。野菜、果物は、少量の摂取で胃がんの発生率を下げる。症例の10%は、家族も、同じ疾患であり、1%から3%は、遺伝性微慢性胃がんによる。胃がんのほとんどは消化器がん種である。複数のサブタイプが存在する。悪性リンパ種や、肝葉も形成されうる。 多くの胃がんは数年かけて形成される。組織型としてはほとんどが腺がんであり、稀にガストリンなどの内分泌細胞から生ずる内分泌細胞がんを発症する。病理学的には以下に分類される。印鑑細胞がんと低分化型は4型の進展となることが多く、胃が硬くなる抗がんの状態となることが珍しくない。一般にスキルス胃がんとして、 早期発見が困難で用語が悪い胃がんの代名詞として知られる。移設除霊の組織分類の検討では、タブ1が45.7%と最も多く、低分化型と印鑑細胞がんは合わせると約30%を占めた。筑波大学、東京医科歯科大学の病理学教授を務めた中村京一名誉教授は、胃がんの三角という概念を提唱している。 すなわち、発生部位、肉眼型、組織型には互いに相関がある。異定線領域から発生する眼の95%以上は、未分化眼であることなどは、この、異眼の三角の臨床診断の一節としている。また歴史的に、異眼の多角的発見にちなんで、手に、浸順先の病変に名称が付けられており、卵巣への直接浸順として、 クルーケンベルグ主要、ダグラス科に転移したものは、シュニッツラーテニ、左鎖骨カリンパ節テニは、ウィルヒョウテニと呼ばれている。写真説明の組織型分類は、胃がん取り扱い規約第14版による分類である。自覚症状による胃がんの早期発見は難しい。ほとんどの場合、早期がんの段階では無症状であり、 癌が進行してからでないとはっきりとした自覚症状が出てこないことが多いからである。胃がんは進行してくると次のような症状が出てくる。胃がんか否かを決定するのは原則として胃から採取した組織の病理検査である。副学来やや頭定位による撮影。胃体中部全壁に発生した三型胃がん症と同じ症例の内視鏡像。他に発見。 診断を目的として、以下の検査が行われている。胃がんの進行度は、以下のように分類され、生存率が、ほぼ等しくなるように、グループ分けしたのが病気であり、数字が大きくなるほど進行したがんであることを表す。国際的には、U の TNM 分類が用いられるが、日本では、胃がん取り扱い規約による、病気分類が広く使用されている。画像検査による、 臨床診断による病気診断が行われ、手術過量を行う場合には、手術結果によって最終的な病気診断が確定される。組織学的診達度によって T 分類は決定される。T 分類はクリニカルステージを決定するのに非常に重要な因子である。粘膜、無腐さ、粘膜下層、サブマコッサ、筋層、チュニカムスクラリスプロプリア。 小膜下層サブシローサ、小膜、セロサ病気は、下記表のように分類される。他の癌の治療と同様に、治療方針は、癌の病気によって変わってくる。主に以下に挙げられる治療を、修学的に行っていく。以下は、競技の胃癌の治療について記述する。なお、癌治療には、手術、放射線治療、化学療法の3つがあるが、 感染症を原因とするアジア型の癌である胃癌の治療には、それが全摘できる例外的な臓器であり、回復手術で最初に確認できるという点から手術が向いている。医薬性リンパ腫、ジストの治療については各項を参照。またイジストなどに対しての低侵襲治療として以下のものが行われてきている。旧来よりまた現在においても、 根治術の根本としては、外科的手術切除であり、異切除術、D2 リンパ節覚醒が根治術の基本である。詳細は、異切除術の記述を参照。D2 以上のリンパ節覚醒については、症例に応じて検討して行われる。また、癌の進行が進んでいると、術前診断がなされれば、大網膜、脾臓、胆脳といった。 周囲た臓器合併切除を行う拡大手術が行われる。発見時には、腹膜腫腫、リンパ節転移など、以外に転移しているいった進行癌の場合には、先に化学療法などを試み、転移した癌を縮小させることができた場合に手術を行うこともある。外科的根治切除治療が困難な進行癌に対する化学療法や、 手術治療後の補助療法としての科学療法がある。科学療法は、様々な薬剤を組み合わせて行われるが、個々の組み合わせのことをレジメンと呼ぶ。様々なレジメンの有効性が報告されている。術後補助科学療法医ん治療ガイドライン第6版において、術後補助科学療法は、プステージャイに対しては S-1 投与1年間、プステージャイ部に対しては、 ケープオックス、S-1 オックス、S-1DTX のいずれかが推奨されている。一時治療、ハ、は、ー、あ、二応精霊一時治療、ハー二陰性霊二時治療以降三時治療以降、がんが多いため、日本では放射線療法は多くは行われない。術後病変に対する治療や未承認治療法として、術中傷者が手術の補助として有効かどうか研究されている。 生物学的療法は体の免疫が癌が細胞を攻撃するのを補助する治療法であり他の治療法の副作用から回復させる補助としても施されることがある2019年秋時点で上述の免疫チェックポイント阻害薬だけが有効性の証明がなされた免疫療法であるこれら以外に癌に対する有効性が証明された 免疫療法は存在しないため、正当な手続きを経て、専門機関にて行われる、治験以外では実施するべきではない。国立がんセンター中央病院胃がんグループの統計によると、5年生存率は、胃がん全体で71.4%、ステージ I で91.2%、ステージ2で80.9%、ステージ3で54.7%、 ステージ4では9.4%であった。ありがとうございます。